あれだよ。こんばんはおかえりみんなありがとう。<laughs> あ、じ、ね通知来てないよね。なんでだろうね。なんか通知来るときと来ないときがあるのかな。なんでなんで。 みんなからのリップでめちゃめちゃねあの元気出たよ本当に大好き <laughs> 本当に大好き何なのみんなのおかげで生きていけるんだけどマイグレンドだよ通知来てない何でだろう一回配信終了した方がいいのかなどう思うでもじランキングが読めなくなっちゃうのかなもしよかったら皆さん「なあたまた始めたよ」って言っといて <laughs> マモ <laughs> って感じだったねちょっとさすがにさすがにちょっとしんどかった <laughs> 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 あっけにねえ、ね、今何たんで検索したらみんな優しい世界が見られるよ見た方がいいぎ <laughs> さすごい本当に大好き優さん 今日もきまきふわふわ。カツタン。頑張っちおかえり。なんか黄色くなっちゃうね。なんぼ、なぎさの萌え台詞やろうよ、じゃあ、みんな。ラーメンの数送りつけてよ。なた、うん、の萌え台詞だった。なぎさ、なんで、なんで、イヤホンしてんだろ。ろ ナタの前じリフしようナギちゃん生きてるだけで偉いいいいテレパシーでこれた ?Y 字だあっちゃんと凪奈々太の前じリフよいちゃすっきりしてるわけではないよ きりしてるわけだよ。他におしはいないよね。ね。ね。おかえりんこ、ありがとう。届いてなったんで、お肉の写真見たよ、よりめっちゃ元気出た。や、わたんこちゃん、ありがとう、たんこちゃん。 こんばんばお帰りありがとう。無退屈してくれ。いえいえい,いえい,いえ、こちらこそありがとね。みんな見てくれて。んあなたの笑顔で生きてるけどルンマルルちゃん。山子ちゃん。ごめん、なんかみんなを心配させたままでさ、やめたくなかったから。そう,そう。みんなの。 心配させたくなかったしなんかこのままね終わったらさなんかみんながきっと夜眠れないんじゃないかなって <laughs> 思ったから <laughs> みんなが眠れないし私も眠れなかったからなんかみんなと話したいなって思ってね優しいよね本当に。 死ぬんごよくわかってらっしゃるいやほんとに今なんかみんなのみんなのなんか言葉がめっちゃなんかしみるすごくほんとになんかさ分かるこういうことなのよみんな分かってほしい私がどれだけいつもみんなに救われてるかっていうことは分かってほしいんだよねほんとにマジで。 本当に、なんかみんなの言葉で、こうやって頑張れてるっていうのが、今、たぶん証明されたと思う。<laughs> <laughs> みんな、<laughs> 絶対ループしたよ今 <laughs>。好きだよ、ありがとう、なーちゃん。何言う渚が渚だからずっとずっと見方、ありがとう、なぎを満たすわ。 マイリンちゃんくもありがとうほんとに消してるだけでリップしたよねなった <laughs> それじゃあちょっと心を取り戻してののもえずりをやりましょうねえ泣かないよ大好きだよジン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 好きだいくよ私のそばにいてくれてありがとう好きって言ってくれたら切るのに ナギのことずっと好きでいないと許さないからね大丈夫、俺が守ってやるからほら俺たち友達じゃん友達のマリじゃやだよナギ <laughs> ちゃんの笑顔は世界で一番可愛いでしょナギサと一緒にお勉強しよう。今日のサイン会でナギんにもっと惚れたでしょミサ <laughs> ちゃん、いいところでループするんややめてよ 本当にね、みんなのことが好きなんだよね。びっくりしちゃう。びっくりしちゃう、みんなが好きで。びっくりしちゃう。後悔くらいさせてくれいって思いながら生きてるじゃん。世界で一番かい。ありがとう。ナータンの思い出で出る。寝ても覚めてもナータンワールド、夢中にさせちゃうぞ。ちびちゃんだ。 待たせたせな小猫ちゃんなんでやねん切り替え鬼だよなぎんは切り替え鬼なんだからだってみんなあなったんがこのまま終わってたら不安で寝れなかったでしょ <laughs> みんなを心配させてごめんねみんなのおかげで元気になったってっていう話できたえいちゃん切り替え大事刑スだ なぎちゃんのことが世界で一番好きだよね。違う大好きだよね。今日も初期っぽよ。<laughs> 寝れないかわい,いどうしてなぎさの魅力にもっと早く気づかなかったんだろう。遠回りしてごめんね。忘れろ。何か他の楽しいこと考えるんだ。さ <laughs> なはなぎさのあれ。私のことしか好きじゃないよね。 今日夢に渚が出てこれますようなぎちゃんの全部が好きな人いつもいつでも君のことを考えてるんだよ。渚さんのことが好きなんでしょずっと前から知ってたよ。なんで渚さんの以外のこと見るのもう怒ったどうなっても知らないからね。疲れてんのか。なあこっち来いよ。俺が癒してあげるから。 <laughs> 大好き、見げたけど。うん、何 <laughs> だしか見えない。知ってるよ。知ってるよ、知ってるよ。と。何だね、イケま好き。今日最もとも運勢が悪いのがごめんなさい、天秤座のあなたです。そして今日のラッキーパスは、ごとの女です。 じゃ凪咲がずっとそばにいてあげるね君のことが愛しなもん三宅タンクマありがとうクママユリンちゃんクマかほちゃんクマありがとう見てくれてるかなさっきの凪おイケメン凪君の帰りずっと待っててん捨ててやるよやっぱり捨てない凪メロ みそかつにする手羽先にするそれともひつまぶしあきゃりんちゃんクマありがとうタイからのアーティーもクマありがとう天秤座なのみんな君のこと大好きなのに35までやろうかな今日もなぎちゃんのこと好きなの知ってるよなぎおさんの飼い主募集中だぴょん 瞳の中のセンター懐かしい何俺の投げに手出したら許さねえかななんでこれ送ってきたなんでいいおり送ってきたん渚がもっとあなたのことメロメロにしちゃうよみゆかちゃんくんありがとう渚ちゃん今日も偉い偉らーい <laughs> 渚ちゃんしか司会の中にない人君は一緒渚の味方でいてね 俺がお前の涙拭いてやるよ俺だって友達以上になりたいさだからこれからももっといろんな話をしたいしもっともっと一緒の時間を作りたいんだ <laughs> これマサマロや私がマサマロの気持ちを代弁してるじゃん <laughs> 違ったらどうしようぎさちゃんしか勝たんでしょなんでさっき帰ったの待ってたのにねえ渚にしときなよ世界一偉い <laughs> 含フフ 渚が一番だよねねえ一番だよね感情のパレット渚でいっぱい <laughs> 感情のパレット君でいっぱいで <laughs> みんな可愛い <laughs> みんなのツイート見たら本当に可愛くて死ぬ無理好きすぎ 本当に可愛い、うん、優しいね、本当に。うなちゃん、くまありがとう、うなだ。と。とえとえとえと。可愛すぎる。可愛さが罪なら、夢で懲役三百年超えてる。渚のために、お仕事頑張って。その方、エーワイコールな。今日は。君の携帯にお邪魔しました。どうだった。 かわいかったできてるよ。じゃあさ、結婚しよっか。君は私のものなの。君の心がなぎさでいっぱいになりますように。お帰りなさいませ、ご主人、ごち、ごち、ご主人様。あの、あなたのこと許してください。なぎちゃんのこと好きになっちゃいな。そのお肉ちょうだい。大好きだよ。え。 えー、先輩、あの子の子ことが好きなんですかここだけの秘密ですけどあの子って先輩のお友達のこと好きらしいですよ何の話 <laughs> やっぱりおもろい結婚するのお肉たくさんあげたいいつかなあたんと嬉しいあゆやくんじゃんあっ新井さん今日もありがとうみんな。 35までやるねあれ <laughs> 小悪魔なぎちゃんもう大嫌いなんだからバカ止めてよー大好きだよ <laughs> 君の味方だよもう更新しても来なくなってしまったということでやめようかなと思っております ということで皆さんありがとうございました。見てる方が少ないのかなやっぱ通知この。んごめんねみんな通知。なに <laughs> ちゃん好きだー。アクスタ連れて行くにいく嬉しい。ありがとう。あれ。 あのがなくなくっちゃったよ。長打ってた見ようじゃあぎさちゃんお眠じゃないけどお眠かもじゃあ何時までやうかな9時ぐらいまでやろうかなでも凪弥勒のこと好きになるとやけ出せるよ <laughs> 席替えとなりうれしいね教科書忘れたから見せてなんでなぎさのことだけ見てないのなぎさもレポート頑張るから一緒に頑張ろう

ナータンさんはイーサちゃん今日も大好きありがとうナータンちゃんですチーコナータンちゃんは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 ,ゃんはって感じモイチねえなんかしてほしいことあるなんかみんな 企画コーナーしようえー、課題終わってないのちゃんとやりな凪沙の直筆があなたの元に届きますようにあぽポンちゃんクマありがとうポンと言えばクマポンクマクマクマ優しいねほんとにほんとに優しい「凪しか見ないで」って言ったらダメ新しい企画作り出そうよ 明日楽しみすぎるからもう会場来て早すぎてかのみ…ていうか凪だって何ぎさは誰のものにもならないのでもあなたのものにはなりたいかもお前のことは俺が守ってやるよそうあのキャッチグレーズ作ろうって言ったじゃん明日やっていいかな名古屋でダメかさすがにさすがにダメかな知らない人いるもんね フォトの大好きでつぶれちゃえイコラブのガチ恋担当斉藤渚ですどうかなねんくまありがとうダメダメかな名古屋でやったら二択クイズありめっちゃいいナいの大好きでつぶれちゃえイコラブのガチ恋担当斉藤渚です なぎさの質問コーナーもいいねめちゃめちゃなぎ,なぎちゃんっぽくて好きガチ恋担当だよ潰されたーい見たいほんと日やったらどうする ?SNS で確かに広めていこうかなどう <laughs> 潰されたいやばいあ、じゃあさ <laughs> コトンの大好きで潰,潰れちゃえ潰されたーいってみんなが言って「 コラムの勝ちこい担当斉藤渚です。カツドンクマありがとう。あ、じゃあさツアーねいいねツアーならいいかも確かに。ミーミーちゃんこのクマの花束なーに？ありがとうミーミー嬉しいよミーミーなんかやってほしいことあったら書いてねミーミー。 嬉しい今日もそう髪色褒めてくれてありがとうって書いてくれたけど熊本当に透明感があって可愛いかった何の色にしたのみーみーそれも気になるし本当になんかこないだみーみーがあの画像で送ってくれたあの言葉がすごく本当にずっとまだ心に染みててなんかあれ辛くなった時はあれを見て頑張ろうって思ってるありがとう毎日リップとか送ってくれて今日もね好きだよって言ってくれて嬉しかった 大好き、いいみーちゃん <laughs> なんかしてほしいことあったら書いてねそうだね潰されたーいライブでは喋れませんそれはそう「潰されたい」ってコールしたいツアーの楽しみが増えた嬉しいダブルカラーにしたんだだからあんなめっちゃいいんだねすごいねほんとにそうめっちゃ気に入ってしまったこれからツイートるやついいよみんな こんばんは、みんな。こんばんは。こんばんは、みんな、ほんとにね、優しくて、無リンゴ。無リンゴ侍って感じ。あ、ええ、うれしい みミーみミーちゃんナータン大好きって書いてナータンが大好きって書いてくれてる嬉しい私もみーみーが大好きだよありがとね本当にスクショしとこちょくちょちょくちょありがとうみーみー大好きだよつぶされたいって叫ぶたい大好きミームでバッキューンおいくらいがちょうどいいガチ恋担当ナータンことのギソですムリンゴ侍 無リンゴ侍、こんにちはって感じ。ゆいちゃんだ。ゆいちゃん。ちょっとハッシュタグでさ、やりたいことができた。やりたいことができた。あ、まゆだろだろりんのまゆだ。まゆ、ありがとう。ありがとう、まゆ。 もしよかったら書いてなんかしてほしいことあったら「まゆ最近会えてなくてちょっとね会えてなくてってそんなに別にめっちゃ会えてないわけじゃないけどなんか寂しいなって思ってるまゆ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 がいつもね可愛い,いんだ本当に毎日なんか夜とかに送ってきてくれる内容がマジで可愛い,いんだありがとね好きでいてくれてさんのこと一生さんのことだけ考えてたらいいよまゆは。 ダラダラうん絶対だよ絶対だよ瞳の中のおひさんでしょ <laughs> ありがとうまゆなんかしてほしいことあった書いてまゆ好き好き好きみーみ潰されたいっていううちは作るわ他のメンバーかっこあれキャッチグレーズってするんだっけ <laughs> はい勝ち恋を担当させていただいてます ガチ恋担当を担当させていただいてます。なんてこと斉藤渚です。みんなのことなら、何でも知ってる監視担当、斉藤渚です。そうキャッチフレーズ作ってるの。心はそばにいるじゃん、死ぬ。やめてください。<laughs> なんか言ってほしいことあったら書いてよ、まゆ。だらだらに。うん。今日も天才的に可愛い。 そうだよガチ恋を担当させてもろてます一生甘やかす監視担当しぬ監視担当だよ <laughs> 一生監視してくれガチ恋担当ご利用しかわいいなえーってまゆ、あ、真、まあまあ、どれもナータンっぽくていい本当ハッシュタグなぎさちゃんとデート」なぎさちゃんとであんないいねそれ病んだ時に聞くやつ いいよマユなんで病んででる凪沙がずっとそばにいるじゃんこんなにこんなにそばにいるんだよ見てよ凪沙のこと <laughs> これからもずっとずっと凪沙に重たい愛を届けていくから凪沙も凪沙のこといっぱい愛してねだから凪沙は凪沙のことだけずっと見てたらいいからやまなくていいんだよ大好き大好きだよ <laughs> 夜中にやむの もうじゃあうんちゃん寝ないで看病してあげるよ <laughs> かりんりんちゃんだ知らせずにやって他のメンバーに無茶ぶりいいねじゃあ1番にやりたいなはいあの今日はちょっと私から自己紹介してもいいですかすいませんって言って明日の名古屋のスペイブですいませんちょっと私からあの実は自己紹介したくていいですかすいません自己紹介させてもらいますはい え五、ー、島の愛で潰れちゃえ勝ち恋担当斉藤ぎさですどう他のメンバー勝ち恋担当って聞いたことない、ね、ぎさのこと思ってるのかわいいんじゃんしおちゃんくまありがとう <laughs> みんなの驚くことがあかん楽しみすぎるがめついよな死ぬ無理すぎ 無理すぎなんだが無理とぎ無理とぎあのののちゃんのののちゃんタワーかなのののありがとうさっきもねあの退出したあとのののがねすごいすぐにねツイートしてくれてね本当になんかすごいごめんめっちゃのののがなんかツイートしてくれたの見て今日も言ったけどなんのののちゃんってなんかすぐになぎさが悲しいことあって。 たたりしらすごく察知してくれるところが本当に優しくってすごく本当に本当に大好きでなんかののちゃんのことが本当に大好きっていうことが伝わってほしいなって思っててねそれで今日のねサイン会で私がまたペラペラしゃる そうだけのののちゃんはそれでもなんかすごい優しくうんうんって聞いてくれて本当にのののちゃんって心の底から世界で一番優しい人だなって思ったありがとねいつもなんかしてほしいことあったら書いてのののちゃんののちゃんいるからだいるよねいるよね、ののの、書いて <laughs> 本当に大好きにゃ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 って言っちゃうにゃにゃにゃ コールレスポンスしてよなげちゃんからお話してくれるの嬉しいの嬉しい私もでもねのののちゃんってさめっちゃ喋ってくれるじゃん私にそうすごいねいつもねなんかすごい嬉しいんだよなんかののちゃんと長い時間話せるガチ恋担当さんだよなーたんの後に自己紹介するメンバーの気持ちそれなあのメンバーなんて言うんだろうね確かにこれ見てる人しか状況把握できない次に会えるのは福岡なのでそれまで頑張れるボイス のののちゃん,のののちゃん次会えるの福岡だけどそれまで渚も一生懸命頑張るしののちゃんのお顔を思い浮かべてでもショールームとかもすると思うからこれからもあ,の,じあの,のののちゃんのペースでののちゃんが楽しいようななんだろう楽しいって思えるようなこうなんて言うんだろうな感じで生きていってほしいし。 さんはずっとずっと本当になの,のちゃんのこと考えてるし1秒たりとも考えないときはないからななちゃんもずっとさんのこと福岡まで考えててね大好きかカメさんメンバーがでもあしたカメ子さんいないよねスペイベだからと、ま、なみちゃんくんもありがとうぎが好きファンの子の名前呼ぶのでかボイスなの私でかでかボイス デカデカボイスのデカボイスって感じもいちちゃんもありがとうなんだこれはえ、何これえ、なになにちょっと待ってちょっ近くこれすごいねえ、なんでこれなのなんか花束みたいなやつ花束みたいなやつって何なのこれもいちゃんありがとう今日も話せて嬉しかったねもいちん今日もいっぱいいっぱいありがとう渚のこと好きって言ってくれて モエチモエチ寂しかっったよだってさ今日でささ委員会終わりでさ結構えちずっと来てくれてたからそうだから会えなくなっちゃうの寂しいけど大好きだよ萌一萌一じゃもえちのライブの時のレッスンのやつをもう一回やりたいと思います今日萌一ねこれこれえちいきます。 はい、えー、聞いていただいたのは、えー、探せダイヤモンドリリーウォンチュウンチュ部活中に目が合うなって思ってたんでした <laughs> <laughs> 思ってたでしたありがとうございます <laughs> 部活中に目が合うなっておでもさ、ありがちじゃないダイヤモンドリリーからのウォンチュウってありがちだよねもう一してほしいことあったら書いてね、ぜひこちらまで <laughs> いつもやるやつ なぎさちゃんのおかげで人生ハッピー。私もだよ。ほんちゃん。眼球にカメラぶち込むはやめてもらっていい <laughs> ひいちゃんがいるの鈴木ひとみ鈴木ひとみおるんかあ、今日もかわいいだって。はい。はい、みんなスクショ。これはスクショ。ひいちゃーんひいちゃん何してるの私のいち <laughs> いじゃんひいちゃんいるの いちゃいるの、いちゃいるの、<laughs> バブやん。茨城と埼玉にいるの、え嬉しい。私の気持ち、ハート。可愛いもいち。京都町なとしめ、嬉しいありがとう。思ってたんでした <laughs>。部活中に、部活中に目が合うなって思ってた、思ってんです。思ってたんです。 死ぬ。今日も髪の毛と服褒めてくれて嬉しかったこちらこそだよありがとうね本当にもう1もう1何かしてほしいことあったら帰ってねいっつもみんなにそうやって言っちゃうけど <laughs> そうなんかみんながそれでなんかそれでなんかボイスメッセージとかでなんか一日頑張れたらすごい私なんかすごい私も幸せだしなんかすごい。 お互いウィンウィンだなって思ってそうなんかやっぱさ朝とか夜とか聞きたくないそういうボイスメッセージミリミリなの確かに真似したいミリなの今日もあなたのことキュンキュンさせちゃうぞ聞いてくださいモンチューモンチゆうえみいかんうさっき「愛してる」ってひいちゃんが言ってたかわい俺も愛してるよ <laughs> 俺も愛してるに決まってんだろお父さんが何単押し マイマイちゃんクマありがとうえなになになに絶対えあそういうことねむかちに目が合うなって思ってたんで <laughs> 思ってたんでしたしぬうなずくのかわいいそうだよピンクちゃんピンクちゃんお仕事えらいあやちゃんみんみにね言うとるな マネになっちゃう。俺も私個人的にガチコイ私個人でいいよ。もイちちゃんこんにちは。はいええー、私はなぎあちょっと待ってちょっと待って難しいな。ちょっと待ってちょっと待ってね。一人に言うパターンね一人に言うパターン。行 <laughs> きます。もイちちゃんこどもの大好きで潰れちゃえイコラブのガチコイ担当ことなーたん イコラブの勝ち恋担当、なあたんこと斉藤なぎさでーす。もう一。受ける、あ、ななちゃん、くまありがとう。スーパー後付けワード。急に斉藤万次じなぎささん。今日ずっと寝てた、今から返信するね。返信しろよ。<laughs> 鈴木ひとみ、返信しろよ。<laughs> <laughs> かわいい今日ずっと寝てたこの人いつも寝てるんだけどひィちゃん本当に本当に起きてなぎさんのためになぎどんどん好きになっちゃうみたきたかなこちゃんだ今帰ってきて予約なんだか会話が聞こえたこれでもう一は愛に潰れました愛です愛に潰れましたってなんかおしゃれおしゃれおしゃれおしゃんおしゃんって感じ <laughs> えーと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 ,、えーと あと、ね、でさなぎさの質問みたいなやつやろうよみんなてきてってくれる手伝ってくれるとは手伝ってくれるみんなあ青あおぽん待ってまなみちゃんくまありがとうあおぽんあおぽん斎藤渚なぎさちゃんしかかたんのあおぽんありがとうくまの花束そうあおぽんのきょう名が知れてめっちゃ嬉しかった ありがとうね青ぽんとはなんかなんだっけななんか今回のシングルで青ぽんが仲良くなるねってあそうだ書いてねなんかやってほしいことぜ是非なんか今回のシングルで仲良くなりたいって言ってくれててそれで青ポぽんとなんかすっごい今回のシングルでなんか こう距離を縮められたなってすごい私はすごく自分の中で勝手に思っている違ったらどうしようって感じだけど本当になんかだから何かあおぽと仲良くなるて本当に幸せだなって思うしこれからもっとねまた思い出作っていきたいなって思う青ポンとで青ポンの今日本名知ったのでそニックネームじゃなくてさ本名知れるんだよねサイン会って <laughs>。だから時々言っちゃいそうなのそっちを。 マイマイクマありがとう。ナナちゃんもクマありがとう、ナナ。リサちゃんもクマありがとう。ユウヤもだるまいっぱいありがとうね。チアちゃんもクマありがとう。サイン会本名把握大会、それな。そうだよ、ぎさのために起きてよ。ほんとに。<laughs> アゆちゃん。ぎさちゃんのおンちでキュンキュンが好きなキュンキュン。 手伝いますとは渚と生活リズム合わせないとダメだよ朝7時に起きて夜は12時に寝るどう今日も元気で可愛いち千んちゃんあたんこんばんはありがとう個人情報本名をバラすメンバーはさすがにいないでしょ <laughs> いるんだな本名わかるよ 意味わかっちゃうんだよなぎちゃん。ロッシア合わせます。あんぽん、もしよかったら、なんかコメント書いて、書いてあるかな、あんぽん。えっと、え、大好き、束縛されたいです、いいよ。いくらでもしてあげる、え、本当にいいの、いいの行くよ。聞いててね、あんぽん。あんぽん。斎藤なぎさちゃんしかって、書いてるんだから。 一生ずっと斎藤ぎさちゃんしかだよね。ってことは、斎藤ぎさちゃん以外の女の子とか見ちゃダメだし、斎藤ぎさちゃん以外の人のこと絶対見ちゃダメなんだよ。わかるもうね、見たらね、ぎちゃんね、怒ってね,ね,ね,ね、もう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 ブラジル行っちゃうから。わ <laughs> かってるのねもう他のいいねしたらダメだよ。 束縛どころではないこれは本名は秘密インシデントそうだよマリーナちゃんナータンキュルロン <laughs> やめてよ面白い死ぬ激オブラジル死ぬ束縛ネタはねめちゃめちゃ私得意かもまさかのブラジルはあってやめてブラジルの人聞こえますかいいねダメだよ いいね欄もリップも全部全部見ちゃうんだからなぎちゃん <laughs> ブラジル行かないでやめてなんであの子に「いいねするの」言えないけれど見ちゃってます本名は全部内緒おもろすぎだえー、とピンクちゃん ピンクちゃんタワーありがとうピンクちゃん今日めっちゃ可愛かったうなずいてる <laughs> ありがとうねピンクちゃんももしよかったらなんか書いてぜひあのなんかしてほしいこととかあったら書いてねピンクちゃんピンクちゃん今日も私できてめちゃくちゃ嬉しかったよ可愛いで、ね、本当にはー いいつも好きでててくれてありがとととう渚のことずっとなんかピンクちゃんはすごいきっと渚のことをめちゃめちゃずっと好きでいてくれてるんだろうなって思うしなんかなんだろうななんかねかわいいって <laughs> そう思ういつもかわいいなってめちゃめちゃ思うなんか本んに渚は渚のことをすごく好きでいてくれる人が好きで。 そうだからピンクちゃんがこうやっていっぱいお話会来てくれたりとかお話会じゃないサイン会とかであいつえてくれたりショールームであいつえてくれたりとかそういうのすごく嬉しいなって思うしなんかこれからもずっと好きでいてほしいなって思います大好きだよもしよかったらピンクちゃんもなんかこういう時に聞きたいなとかいうのあったら <laughs> 連絡じゃない <laughs> コメントして <laughs> 指原さんへの「いいね早いそうなのよ」 私早いのゆいたンこちゃんえピンク私ってわかるよわかりますせめっちゃ嬉しいずっと大好きでありがとう真花丹あなたはマジ演じる流星君君がるさんありがとう連絡する <laughs> 連絡するじわすぎん笑ってるなタたんが好きありがとうねみんなそんなふうに言ってくれて。 ひとみさんから来たわ連絡してコメントして <laughs> まあおなぎさしちゃん大好きさん知ってる束縛アイドル「りゅうせいくん3つもクマありがとうクマクマクマ,クマ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 りゅうせいくん」何の歌これ今日も美女がいい絶対美女がいいって言い応えしたやろ <laughs> 美女がいい <laughs> 今日話して焼いちゃったね,ーね。ねねね。ピンクちゃんなんかしてほしいことあったら書いてね。ひいちゃんそう。ピジュピジャがいい。<laughs> ゆいたんこちゃんありがとう今日も来てくれて。ペロンチードちゃん自分もして。アオリストさん。あなた好きだよ私も好きだよ。 ブラジル行くならお供します。本当にこの顔絶対可愛くないやろきょうかちゃん本当に可愛くて好きいおちゃんくまありがとうそうかわい、可愛いすぎるなぎちゃん変顔タイムですか <laughs> 明日なぎちゃん大好き T シャツ着てく嬉しい。ハンチ久々に カシ <laughs> ちゃんだカいディ何してもかわいいのよあなた爪が小さくてかわいいまだひーちゃん見てんの死ぬ <laughs> 見て爪が小さくてかわいいの見て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 よーどこの爪がかわいいどこの爪がかわいいちょっと教えて <laughs> 教えてあなたが今ハマってる歌ちょっと待って。 それはちょっっと難しいいよよねねていう話だよ、ね、一回ちょっと待ってルンマルルちゃん待ってねピンクちゃん待ってね今日のインサちゃん夢に出てきた今余ってる曲がめちゃめちゃ迷うな私失恋ソングが好きってさみんなにめっちゃ言うやんそう何しても一緒かありがとう夏目ピンク 親指指指のの爪押押ししし小指の第二関節人差し指押しですみんなどないどないすぎて無理おもろごめんね恋心ししゃもさんのごめんね恋心あとセンチメンタルに刺されたとかあとトライアングルドリーマーとかハとファムパタールさんのダウンシャウトリーフとか好きかなクルスリンちゃんとこの間電話した。 あとは「青いトライアングル」とか「スイートメモリー」とかあと「涙」っていう井上寿乃子さんの曲とか好きかもかな左手の薬指結婚 <laughs> 結婚だねひいちゃんひいちゃんと結婚にゃじゃあこれはひいちゃんファンファタル聞くよあとあれも好き 君の目も鼻も…あれ歌、歌っちゃダメかそう,そう失恋してないのに失恋ソング聞くのやばい女だよね <laughs> あと子供じゃないもんセブンティーンとか好きクルスりんちゃんとなんかボイスメッセージを送り合ってたら急に電話がかかってきて話した「マヨネクマありがとう」そうなんよそうなんよ そうなんだよね。待ってゆかたんさ、え、ゆかたん見てるかな今も。ゆかたん、ゆかたんもしよかったらなんかしてほしい方あったらコメント書いて。ゆかたんありがとう大好き久しぶりねゆかたんのさ、ティックトックさ世界で一番バズってなかった。<laughs> しかも嬉しいイオンもなぎも好きよって書いてくれてる。なぎもゆかたんのこと大好きよ。 ありがとねゆかたんいつも好きでいてくれて本当にありがとうゆかたんのアバターかわいいなにこれいおりをメインにしてるのいおりをあれにしてるのありがとうゆかたん早く会いたいねまたコナンの話しようね大好きだよ <laughs> いつもありがとうゆかたんあのゆかたんの t ックトックのアカウント見つけたときはびっくりしたわ私 ガチ恋の歌聞いて夜夜泣くルーティンかわいいフラワンさんの曲大好きなの薄りんちゃんだな失恋してないけどズルズル超好き愛してると o もゆうさん失恋そう悲しくなるよかすちゃんあ、ハナちゃんと嘘でしょりなちゃんうなちゃんくまありがとうちょっとねタワーはねちょっと本当にあのなんて言うんだろう ゆっくり読むしちゃんと読むのでちょっと待っててほしいかもごめん <laughs> そうそうくほどバズってるよねコナンの話覚えてる <laughs> ありがとう好きね有名なパティシエール好きだよえらいのじゃあゆかたんをえらいえらいしてあげるねゆかたんえらいよいつも頑張ってて大好きだよありがとうね <laughs> <laughs> ありがとう本当に嬉しいよ好きでいてくれてずっと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 大好き <laughs> うん全然全然全然だよ真一ちゃんは全然なんかね結構他の方が「こう来てるよ」って言ってくださるんだけどなんかこうねそう なんて言うんだろうタイミングでなのでそうそうそう <laughs> 全然神対応じゃないよ思ってる思ってること言ってるだけだもんそうそうなのティックソック難しいよねわかるそうなのよ まゆちちゃんまゆちちゃんありがとうほんとに今日もまゆちとね昨日なんかあの今日お話できるかなって思ってたけどでもあれだったっけなんだっけおとといかおととい話してすごいねすごいねすごいね幸せだったんだけどなんかなんだろう、ま、ゆちのさっきの,あのツイートしてくれた言葉がほんとに好きすぎて。 <laughs> 本当に好きすぎてマジであれで元気出た <laughs> お仕事だったのそうかそうだよねそうだよねお仕事お疲れあのねマジでさっきの,あの私すごいそのな,いな,い、まあ、なっちゃった時にママをね2階に呼び出したわけ電話で「ちょっと今2回来て」って言ってで2回来てもらってファンの人のツイート一緒に見ててそれでまゆちちゃんのツイート見てなんか本当にマジで元気出た <laughs>。 そうなんかすごい面白さもありつつなんか励ましてくれてなんか本当になんかありがとうって思ったしそれってんだろうツイッターの言葉とかそういうので人なんて言うんだろうみんなすごい本当に励ましてくれてそういうところがなんか私のファンの人の優しいところだなってすごい思ったそうちゃんありがとねマジで本当に本当に元気出た毎 <laughs> 日なんかしてほしいことあったら書いて。 明日早起き頑張ってね優しいねそうタイミングが難しいんだよねなんかずっとさたわよみ読んでたらさなんかファンの方もねあれだと思うしこうコメントを読みながらこうタイミングでできたらいいかなって思ってるから <laughs> 大好き本当に嬉しいありがとうまゆちマユチ,チはね本当にね好きでいてくれてるのがすごく伝わるよずっとずっとえー、嬉しいおたたも <laughs> 嬉しいみんな優しいこと言ってくれるなんかこうやってさなんか結構さショールームでなんか自分の意見をこう言っちゃうっていうかなんか「ちょっと待ってて」とか言っちゃうけどそれをすごい受け止めてくれるって本当に「ありがとう」って言いたいっていうかなんか、まあ、言っちゃえばちょっとさ性格悪く見えるかもしれなくてそれがすごい不安なんだけどやっぱなんかショールーム 毎日やりたい、できれば毎日やりたいなって思ってるからなんか自分のこうなんていうんだろうなうんなんか思う,思うようにじゃないけどみんながいい気持ちで終われるようにしたいなって「そ,そこを見るよ!」「真うちそんなん見るに決まってんじゃん」とか言ってそのまま呼び出したの。かわいいね真うち。 明日もお仕事し…そうだよね、お仕事しんどいよね寝る時のおやみのことはいいよまゆち、今日も一日頑張ってね渚は、まゆちが渚に会えない時もずっとまゆちのこと思ってるしまゆちが渚のことずっと好きでいてくれてるの知ってるからこれからも一緒に頑張りすぎずに頑張ろうね、まゆちおやすみ明日も朝起きたら、たったあのこと考えてね 絶対メイヤーっこあるやんし、ね、<laughs> あんちゃんねえあなーたんが素敵な子だから美羽ちゃんありがとうマイマイちゃんアレンさんマイったほんとになんかなんてみんなそんなに優しいのも優しすぎて背中かいちゃう <laughs> なんかねほんとになんこんな私のためにこんな優しくしてくれる人がいるんだよねもうなんかうんもうなんかすごいよ世の中。 私びっくりするなんか本当に生まれてきてよかったって思っちゃうてりちゃんクマありがとう世界一偉いてりちゃんだてりクマ思考が仏じゃん凪はこのうちの天使背中書くのだけは言われてほしい <laughs> よかったら斎藤投げって生命体が好きなのフん。フ <laughs> 本当に背中かいちゃうマジでみんな優しすぎて無リンゴ侍なんだが最近「無リンゴ侍」って言いがち許してみんなゆるぴてゆるうなちゃんくまありがとうイルカちゃんもくまありがとうイルカちゃんイルカちゃんであってるよね待ってもう一人さタワー立ててくださったのってどなたなんだろうななちゃんかな ななちゃん,かなナナちゃん分かるよ共産委員会お話できて嬉しかったよそう可愛いの聞いてみんな本当に聞いてほしいなんかさ「七夕」って書いてね「七夕」って読むんだってめっちゃ珍しくないなんか私がさすごいごめんめっちゃベラベラしゃべるんだけどあっ七ちゃんも書いあのやってほしいこととかあったらコメントにぜひこちらまで <laughs> そう七夕 1> の1日前に生まれたからそう11時半に生まれたの7月6日のそうだからもうちょっと30分してたら七夕だったんだけどそうめっちゃ可愛いお名前だなって思うナ,ナちゃんシナモン好きなのもんもうナナちゃん今日もありがとう来てくれて大好きだよナ,ナ背中かかないレモンラか <laughs> 外見も中身も全部好きうれしい背中かけすぎないようにね <laughs> 背中かきながら感謝します死ぬ。<laughs> ウリンゴ侍だよねそう。めっちゃ素敵な名前じゃないめっちゃ可愛い名前だよね。七夕でナナってそう。七夕生まれなのかなそうなのかななんかでもさ、本当に可愛い私の前の人のコメントだってマジで可愛くてさ、私がさ、可愛くないとか言ってさ、みんな、可愛い可愛い <laughs> かわいすぎかってあんたたちもかわいいわよあんたでたもかわいいわよとはえもしよかったら書いてあのななちゃんななちゃん見てるかなまだなな見てるななもしよかったらなんかやってほしいこととか聞きたいボイスメッセージとかあったら送ってぜひあんたたち眠いのえンんンんちゃん起きて。 だって可愛いんだもん。<laughs> 覚えてくれたのし。し名前覚えてくれたの。嬉しかった。街の景色いいよ。行くよ。もっとななちゃんに。染めてよ。街の景色に紛れないように。どう。ななちゃんどう,どうかな。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 マリーナちゃん、そう、マリそうそうそう。言っていいのかな、本名。 あんたたちもかわいいわよ。誰か帰ってきた。多分ね、お父さん帰ってきた。おかえりお父さん。ねえ、カリンリン寝てない起きてんのカリンリン寝てたらもう私がもうこうやって、わーって言って起こしちゃうよ。カリン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 起きてるのおかしい。あ、そういえばさ、この間さ、シーチャッピちゃんが来たよ。私カリンリンのさ、友好関係も全部把握してっから。まんじ。 かりんりんちゃん今日もありがとうかりんりんあれしてよあの何してほしいか書いてよ。 なんか,かりんりんはなんかいつもなんかいっぱいいろんな人のことつぶやいてるけどでもやっぱ絶対一番好きなのはあなたのことだと思うなって思ってるしかりんりんちゃんがちょっとね他の子のこと書いてるとちょっと嫉妬しちゃうんだよなこの間のシネマの MV 公開された時とかちょっと嫉妬しちゃったんだよなだってだって好きだから <laughs> テンションどないかりんりんちゃん ナギさんはカリンリンのことをずっと見てるんだよ本当にさこのさ大丈夫かな私パパ上あ七夕生まれじゃないんだ7月17日なんだねな々ちゃんなぎパパなぎパパおかえりカリンリン起きてる寝た寝てないよねお父様凪沙ちゃんを私にくださいこういう関係では ママはパパだよ。バブ。バブ。そうだよ、カリンリンちゃん。バブ。バブちゃん、起きてましたって。ねえ、なんかしてほしいことあったら書いていいよ。カリンリンちゃん。<laughs> パピオン会いたい。パピオン。パピオンって言い方。リナちゃん。そうだよ、ガチで感謝してね。おはようでやんす。おはようでやんす。 お父さんパパパお父さんの連絡先教えてください意味わからんよ娘さんをくださいですかまさかの美羽香ちゃんはパピオのお宅にはならないで可愛すぎてマジで食べて食べてしてほしいことないですやだなんでそういうこと言うのじゃあ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 かりんりんちゃんがあの <coughs> うんとねどうしようかな かりんりんちゃんの朝聞く用のボイスメッセージいきます行くよかりんりんちゃんおはよう今日も起きてえらいねかりんりんちゃんのすっぴんはなぎさんにしか見せちゃダメなんだよわかりましたかはい。オッケーオッケー。k かりんりんちゃん今日もずっとなんでさ私こんなかりんりんちゃんにこういうテンションなんだろう意味わからん無理しぬおもろい JK だよなぎちゃん <laughs> お父さん一緒に仕事しましょうお父さんと飲みに行きたすぎる <laughs> 面白すぎるなぎさフミリーで押しにすっぴん制限されるのしないということで皆さん今からすごく急なのですが <laughs> ハッシュタグなぎーたんに聞きたい全部開くのでなぎさへの質問を書いてくださいぜひ ハッシュタグなーたんに聞きたい全部ひらがなですかんちゃんくまありがとうお父さんとさしのみきも無理え可愛かったよピンクちゃんあまゆちだハッシュタグなーたんに聞きたいなーたんに聞きたい全部ひらがなお父さん死ぬてりちゃんあいおりゆがもうツイートしてくる ハッシュタグなあたんに聞きたい何でも聞きたいこと何でも全部は読めないかもしれないんだけどこう結構長文というかで答えていきたいかなと思いますはいなあたんに聞きたい何聞こうかな明日何時に起きる明日はたぶん5時半に起きます何してるどこにいるショールームしてます家にいます今一番食べたいお肉の部位はんた 私のこと好きみんな私のこと好きって好きだわえっ、ー、と服のサイズ150160かな SS かも今食べたいものは今食べたいものはバタークリームケーキ LINE の背景どっちがいいとう？黒みピンクネイビーがいいですシシネマの M v のの MV お気に入りのシーンーんなんだろうね こんな目で見つめられたらきっとはミリニャとなんか結構考えたからすごいあれ目線とかそれがいいかな160子どものサイズやめてもし1億円当たったらどうするえこれ本当に現実的な話していいですか本当に現実的な話をすると言っていいのかなこんなこと5,000万円貯金して2,000万ママにあげて。 3000万な <laughs>、うん、あいや待って7,000万貯金して2,000万ママにあげて1,000万はなんか1年で使う <laughs> 好きだよ好きな食べ物は焼肉といちごこのトップが好きですお名前の由来は何ですか渚っていうのは、えー、海のように愛されるパパにもあげてよ死ぬ <laughs> <laughs> 3,000万僕にくださいやだリアルで死ぬやめて、ね、パパは稼いでますからえさんは海のようにこう年中愛される女の子でいてほしいみたいなしてほしいことを教えてくださいいっぱい会いに来て <laughs> 最近ハマってること TikTok を撮ることこの間いおりと撮った「ぎパパ返せぬパパが遠い目をしています」 グーーフィーのことどう思ってますか好きですなんでそんなに面白いんですかえー、なんでだろうでもショールームで私なんか結構ママになんか素は渚はすごい面白いみたいなこと言われててでもなんかあんまり出してなくて素を全然でなんか全然本当にショールームでしかでも出してないかなまだショールームと多分はなとかひーちゃんの前でしか出してないかも渚のめっちゃ素めっちゃ素ねめっちゃ素はなんか本当にアホなの私ってなんか JK なの だからみんなとそのその二人でしか出してないかそう、ヨナウタン t i クトックナータンの好きな女の子の髪色。私ハイトーン結構好きなんだよね。でもピンク麺も好き。名古屋着いたら手羽先食べたい。えっ、ー、と、自分がイメージしている理想のナータン。もっと出してよ。あなたは本当に面白い。<laughs> 待って、返せぬじゃないけせぬでした。自分がイメージしている理想のナータンは完璧なアイドルだけど、でもファンの人に弱音、ね、とかは�はける。 関係でいたいし、うん、マンの方と。ちゃんと関係性を作れるアイドルがいいかな。でも、これからもっと。こう。売れて。なんかみんなのことを大きいステージに連れて行きたいなって思います。私と結婚しませんか。靴のサイズは二十三センチ。お花を育てるとしたら、何の花。ガーベラかな。 弱音アイドルさん <laughs> アルバム新曲の一番の刺曲は全部内緒 <laughs> 誰と粉ミニットのこれはまだ待っててくださいドライヤーはサロンに扱ってます新しいスマホケースピンクパパの一番好きなところは意外と優しいとこ筋トレができるモチベえー、筋トレができるメチベメチベだってモチベはーなんか。 なんかなんか頑張ってる人を見ながら筋トレする前通のためにセンスをつかりたいんだけどどんなのが目立つええー、どんなのだろうななんかでもやっぱり渚とか大きく名前書いてあったりとかなんかドラえもんとか貼ってあったりとかそういうの結構分かりやすいかなとキラキラしてたりとか意外とことのないなってもいいですかもちろん何時間お風呂に浸かりますか30分時間が永遠になったら何がしたいですか 時間が永遠にあったらめっちゃ急に考えちゃう時間が永遠にあったら寝る <laughs> 寝るショールームするママと話す友達と話すかなでもなんだろうなうん時間が永遠にあったら難しいねセンスうちはうちはごめんなさいセンス死ぬ <laughs> <laughs> バカ死ぬよ。朝起きたら一瞬に何する？枝豆入れます。ラスト全件でしたいことみんなでプリクラ撮る。好きな女の子の髪型何でも好き。うちはでしたごめんなさい。漢字は読めなくても人生に支障ないですよ絶対よやせん。先生がってるファンファンの方。反対にファンのみんなに聞きたいことありますか？それはもう私のこと好きかっていう話ですよ。よ イコラブでの夢はえっ、ー、とやっぱりみんなのことを引っ張っていけるように自分個人としてもいろんな番組とかドラマとか映画とかに出ていきたいなって思うしそれとそれで私が「こうイコラブの中で「こうイコラブをもっと知ってもらえるような存在になれたらいいなって思うし「イコラブとしてはもっともっと頑張って大きいステージに行けるように頑張りたいなと思います。 朝早く起きれる方法はちょっと夜おなかすかしとくことです手の甲に何つけてるあなんか変なのつけて高校卒業したら相当にかみ染めますか染めないと思うなぎちゃんが好きなゲームつむつむかももてつだけど最近何がいいかな何好きかなあんまでも食べログ見るのが好きかな <laughs> 5年後何やってますか5年後って何歳 ?23? いや23歳はもともと結婚するつもりだったんだよでもまあアイドルやってたらいいかなのちちゃんんにとってファンの人たちはどんな存在ですかもう酸素私にとっていなくちゃならないしこう私逆に本当に好きすぎて苦しいかもでも本当に毎日褒めてくれてこんなにファンの方が私のことずっと好きでいてくれるのって本当になんかとなんて言うんだろう 当然のことっていうかじゃないし私のために時間を割いて本当にいっぱいこう好きでいてくれるファンの方のこと一生大切にしたいし一生守りたい存在ですね今までで一番好きな衣装決められないけどずるいよずるいねとかそれでも好きだよね衣装本当に好きですなったいつもよくどこで買ってるえいろんなとこで買ってる思いついたひらがな一文字「な」<laughs> 最近のおぎなぎエピソード大量すぎてもう言えません もう1週間に回回は会ってる、か結婚式の余興で踊って「おしましはどこまで許してくれますか?」「どこも許しません」「なぎちゃんにとって理想の女の子」ええー、理想の女の子かでも本当に、に何だろう優しくて何だろう理想の女の子なんか私が結構グイグイだしなんか何て言うんだろうなんかこうふわふわしてるタイプじゃないからふわふわしてる子って いいなって思うポムのこと好きですいいくにガチ恋ですかガチ恋ではないかっこいいなとは思うプライベートの目標筋肉を増やす生まれ変わったら何になりたい可愛い女の子になりたいですでもママとファンの方にもう一度出会いたいから自分かな人の名前覚えるときどうしてますかなんか自然に覚えてるリップとか見て リアコこうやってし進行したくなってきたどういうことおめめのキラキラさしこさんさしあなさんのそうですグリッターです普段友達とどんな話するのどんな話どんな話するんだろうでもたわいない話かな本当になんか勉強勉強とかあなたは本当に素晴らしい人格者ですね よく見るインスタのハッシュタグは斎藤渚届いてのあったなあったんバイトするなら何してみたいディズニーランドで働きたいあとはうんバイトでしょあれ飲食業やりたいかもスタバの店員とか <laughs> メイドさんもやりたいあとねやりたいなって思ったのあったんだよねなんだっけなおそば屋さんとかでも働いてみたいあ焼肉屋さんかなえっ、ー、と イオリは今日話しましまたうちの猫どうですかかわいいのミみちゃんの一番好きな曲は「秘密インシデント」が最近本当にグイグイきてんだよなでもノットイコールミーが好きなの飲食おすすめしないのこれは看板娘決定ぎにとって身にあったんとは 本当にミリニャは私にとってかけがえのない存在で絶対に私が落ち込んでたり悲しかったりするとき絶対に頭ポンポンしてくれてなんかすごいミリニャには救われた回数が本当に多いかもなんか本当に何ラーメンが好きですか豚骨ラーメン青春ザ・ムリミナルで一番好きな歌詞どこそのこたえわイコールラブですピンクが好きどうしても頑張れないときは泣く泣いて 泣いてもう1回考えるでもやっぱりやらなきゃいけないじゃんや,るやらなきゃいけない時はやらなきゃいけないからもうなんか心を無にするかな <laughs> でもうーん私はやら頑張れない時は本当に届いてなあたを見るかもマジで本当に嘘とかじゃなくて監視カメラつけてもいいよなあんたん美容に気を遣ってることは何感想と美容でしょ 美容か何だろう筋トレかなあとは寝早起き好きな歌詞いっぱいありすぎて思いつかないな何だろうちょっと思い出したら言うねあでもうんナータの勉強方法は最近勉強してないけどスタディサプリさんついですイコラムに入って一番嬉しかったこといっぱいあるなでもセンターにただいた時はとても嬉しかったかな でも全部が本当に嬉しいですねジェットコースター絶叫キャラミコラブの中で一番得意だと思います寝る前に絶対することはなんだろうストレッチとスキンケアアルバムの話かえどうなんだろう最近の自分の中での流行りの言葉バリバリ無理とか 他のメンンバーさんとファンのめっちゃ話しますよいつか本出してすごいいいことだよみんな話すって言ってもそうやっぱなんだろうお互いのファンの方のことは結構覚えるかな割と何段と話したいですがどうすればいいですかそれはお話し会かショールームで <laughs> お話し会がいいね一番欲しいものを最近書いたんだよねスチーマー欲しいななんかねママに誕生日プレゼントで何もらうかみたいなショー すごいあ、タンプレコーストレートアイロンとかドライヤーイヤホンスマホケースいおりちゃんの好きなところ優しいかわいい面白いなんか <laughs> すごい適当な感じになっちゃったけど本当にいおりって優しいんですよ本当に多分みんなが思ってる1億倍まあみんな思ってると思うけど本当にいおりってマジで優しいのごんげごんげっていうのって感じ。 アイドルななってよかったなっててかた思うこと毎日思ってるこうやってファンの方が好きでいてくれるのもアイドルを始めたからだしなんかいろいろこうなんて言うんだろう何て言うんだろうファンの方がこうやってずっとライブとか立ったりするとファンの方の顔が見えた瞬間に「あ私アイドルになってよかったな」って思うしあとは可愛い衣装を着てる時とかこう歌詞をいただいてレコーディングしてる時とかかな。 一番好きなキャラクターわかんないなんだろう全部好きだなアイドルになってなかったら今何してたと思うええー、何してたんだろう大学受験 <laughs> ランド派新派,派斎藤家で使ってる柔軟剤なんだろう明日の服の色ピーえ何色がいいかな白どうやって自己肯定感高めてますか自己肯定 届いてなかったミルクさ <laughs> 高めたいんだよねでもリリカたちそっかでもやっぱりなんか自分のことを褒めてくれるお友達とかと仲良くなるといいかもしれないすごく私は友達に救われていて結構こう可愛い,いねって言ってくれる友達とかがすごく多くてやっぱそういう子に自己肯定感あげてもらってるからそう。 リコラブで立ちたい舞台はこれは私が代表して言っていいのかわからないけど私は東京ドームに立ちたいとずっと思っています一回だけ過去に戻れるとしたらいつに戻る中学1年生の頃に戻りたいですそんな友達はいない私がなってあげるよおすすめのコスメうん初めて買うのか自分にえど何のデパコス剤おすすめだったらベースとかだったら なんだろうなあーでもなー私はこれがめっちゃ好きですディオールのやつ届いてるなあたん届いてるよスタディサプリ様へいつもありがとうございますいつもなぎちゃんと話すとき緊張してしまうのですが何か対策はありますかなぎさがいっぱい好きって言うよ <laughs> でも緊張するよねわかるよ友達がいますんなぎさが友達 スマホ何使ってんのか分かんないんだよね11かな多分ブンだと思う本人不在のお誕生日会世界で一番好きすごいなって思うえごめん世界で一番ってめっちゃ言っちゃうんだけどそうめっちゃなんかすごいなって思うお話し会まで待ちきれないから何したらいいですかいっぱいなあとあのことチェックしてください もうランニングマシーン走りながら歌うトレーニングしてますというか私はダンスをしながら歌えてます毎回毎日一日3曲はやるかなそれなんか歌いながら踊るっていうのは3回3曲やってるかな自分の中で一番自信のあるものもね5位だよ <laughs> <laughs> またお話書いてもいいですか来てください高松ひとみさん一言 乃木んのこと好きでしょハメフラのキャラクターだったらえちょっと待ってそれはちょっと待って破滅フラグそうなんか私さすごい腹筋がないからそうだからそう毎日ねやらないとねっていうありがとう偉いってみんな偉すぎて一生見たいあステッチマン得意スプッツプッン キャラクター待ってハメフラのキャララクター今調べてますハメフラはキースかなあでもソフィアちゃんも好きだしマリ,アあいやマリアも好きだないやマリアちゃんかわいいよねライブパフォーマンスは私はなんかダンスする時にガニ股なのでそこを気をつけたいなと思います ちゃんが好きすぎてこじらせたときはどうしたらいいですかこじらせまくって可愛い,いと綺麗はどっちになりたいですかどっちもこう両立できるようになりたいかなと思います。え、ゆうやくんドルマドルマ1万個ありがとうゆうやくんいつも夜のちょっとこじらせてるツイート見てるよゆうやくん だるまタワーだねゆうやありがとう大好きだゆうやしてほしいことあったら書いてさっきからコメントしないやろでもゆうやがなぎさんのことめっちゃ好きなの知ってるんだからあんたもダメだよツンデレになっちゃなぎさんのこといっぱいいっぱい好きって言ってほしいんだよゆうや分かってる分かってるななぎちゃんはゆうやのこと好きなのになプップ ゆうやくんもしよかったら書いてねゆうやぎのゆうやでしょディズニー行った時一日どうやって過ごしてるアトラクション乗るご飯ご飯は絶対プライオリティシーティングでとってでなんかそのあとは普通になんかいろいろアトラクション乗ってプップアトラクション乗ってパレード見るかな好きなスポーツバスケットボール だるまタワー世界一笑いました <laughs> よかったねゆうや世界一笑ったってみんな <laughs> ずっとだるまが飛び交ってるのは見たけどだっておもろいねゆうやくん書いてちゃんと書くんだよコメント待ってるんだからなぎちゃんなーたんが好きな卵料理卵ライス卵卵チャーハンみたいなやつおばあちゃんが作る卵チャーハン美味しいんだよゆうせい君だ皆さん何のタグで質問してるんですかハッシュタグなーたんに聞きたいです 一万だるま山だって <laughs> 一万だるますごいよねありがとうサーティワン働きたいお洋服最近どこで買いますかいろんなとこで買ってるかな香水は、えー、とランバンのやつ使ってますなんかこういい匂いが好きですいい匂いが好き <laughs> 絶対指つかれて送れないじゃんだってユうやく <laughs> なぎさちゃん焼肉にいて一番初めに何を食べますかスープ すごいもう本人ふさいそっかもうすぐ私誕生日か卵ライス卵ちゃーハおばあちゃんの卵チャーハンのお宅になりたいってどういうことやねん学校への髪型何がいいルーマルルちゃんショートだよねツインテールちっちゃいツインテールうさはなちゃんかわいいごとんでつぶされたいですえたまに人と比べちゃって <laughs> おちゆうやさんのねゆうやくんの指をいたわって差し上げたいそれな たまに人と比べちゃうと,落ち込むことがあるんだけどやっぱりそういいうののって良くないのかなん私も人と比べちゃうけどでもやっぱり自分は自分だしなんか結局その人の思ってないところは結局こうなんだろう自分は、まあ、難しいというかだからうんーなんか「ねえでも比べちゃうのは分かるんだよな私も毎日比べるから比べるのよくないって言っても比べちゃうよね」。 でも自分は自分って思うことが大事なのかなって思うなんか自分には自分のいいところがあるしこういうところがあるからってこれスクショタイムください「ユ生きてる大丈夫くんダンスで苦戦した曲もうこれは一択記憶のどこかで少女漫画はえー、一涙うさぎが好き」。 テやフォトイート見て怒らないですよ私逆に嬉しいよどうやったらナータに愛が届きますか届いてナータんでいっぱいリプしてくれたりコメントしてくれたり私の普段のツイートにリプしてくれたりとかかなと思います記憶だよちょっとわからないボタキュンさんこれはナータマックは食べますか食べなーい 追いかけるのと追いかけられるのどっちが好きですか断然追いかけられるのに決まってるじゃないですかう好きな YouTuber さん変遷フラミンゴさんあいにゃんさんえー、いっぱい見るヒカキンさん大好きですあとマスオさんとかもゲーム実況よく見てたかなジェルダのやつあとどなただろうなうんいっぱい見るんだよな結構「香水おそろにしてみんな」「なんかおそろにしてよ」とか言ってくれるのかわいいのよ 追いかけてみんな時間止めてほしいです無理ですつテール好き勉強頑張る気持ちが起きない時は一回寝るそマスオさんのジェルダ実況が好きなのみんなはどなたが好きなんですか YouTuber さんマスオですみた <laughs> いなやばいお母ちゃんこんなことしてたら。 どうしよう,どう,しよう取り柄がない人って変ですかそんなことないと思いますし自分が思ってないだけで何か取り柄があると思いますつ方大吉ですかランちゃん好きランちゃん大好きあ佐藤の朝よ見えます大食いの YouTube ね <laughs> 待ってまあそうでいいっすってやっちゃったどうしようみくるちゃんは好きですおすすめのヘアアイロンはホリスティックキュアと サロニア、マサオさん似てるしぬそする TV さんもよく見ますえ待ってディズニー系ボビーチャンネル見せる見,見,見てます見てます見てるよポンちゃん一緒じゃんオルタナチャンネルさんも見ますよくそう,そうそうそうスーパーネガティブモンスターあそさこの間言ってたねなんかあのメッセージで言ってたけどやむなよマオ <laughs> カレンさんささたい,ちゃん可愛い見るあとあのねあのえっとはるあんさんそうボビーチャンネルめっちゃ好きあのすごいさご飯とかもさやってる人だよねえそうだよねちょっと待って私チャンネル登録してると思うディズニーそうこの人 ーービー前浜さんでしょ見てる見てる。え、あと誰を私、あれ知ってるかな。エミリンチャンネルさんとか、ポップティーン TV とか、大関玲香さんとか、ヒヨンさんヒヨンチャンネルさんとか、パパラピーズさんも見るかも。そう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 。あと、あかりんさん。 かな。すごいあ私すごいね多分ミキポンチャンネルさんとか木下ゆうかさん結構食べる系の方見るかもそうなどちゃんとかすごい永世マールめっちゃ好きかなえっ、ー、と <laughs> 歌ってみたい曲いっぱいある「イコラブ」の中で歌うのが難しいと思う曲「アイカツハッピーエンド」かなえあとなんだろう歌うのが難しい曲か ダンスしながらとかだとえ何だろうなーかなーそれかなーやっぱアイかツかないやずるいよずるいねいやダイヤモンドリリーダイリレだわダイリリイリリあ待ってフジテレビそうじゃん10時に始まるから9時45分ぐらい9時50分に終わろうかなナンタンが言われて嬉しいことは褒め言葉です すごい考えすぎちゃう性格で友達にふと言われたことで傷ついた時めっちゃわかるそれわかるめっちゃわかるすごい考えすぎちゃう性格でふと言われたことで傷ついちゃうわかるマジでわかるけどもうねそういう時は泣くしかないんだよそういう時はもう泣いて消化するしかないあと寝るもうねなんか無理なのよもう,もう無理なんだよ つ,ついつい届いてなあたんとかリップいっぱいしちゃうんだけどうざくないどこがうざいのもうねしてくるもうそんなのうざいなんてそう思いませんよ撮影するときに自分の中で気に入ってるポーズいやよくやるポーズこれかなこれ多いかな,いかなてかダめってめ,めってだって好きな友達に依存するわかるーちょっと待ってねメイクはあのイコラムに入ってから始めましたえっ、ー、と サラダにかけるドレッシングは。ええー。なんかね、フォレっていうドレッシングが好きです。こそこそ話を見ると、自分の悪口言われてるんじゃないかって考えすぎちゃうんですけど、どうしたらいいとかわかりますか。めっちゃわかる、それ、本当にわかる、なんかさ、誰かがさ、ちょっとでも小声で話してると。あ、私のこと言ってるんだなって、めっちゃ思っちゃうよね。めっちゃわかるよ、でも。大体私の話じゃないから、大丈夫、なんか。 しかもなんかそういう人でもし自分の悪口とか言ってるんだったらもうその人と一生関わらなきゃいいなって思うし別にそういう人とさ人生長いしその人とさなんか仲良くなる必要がないっていうか別に自分のこと好きでいてくれる人を好きでいればいいしなんかそういうこうこそこそ私はなんか直接こそこそとかいうか直接なんて言うんだろうこう,こうなんて言うんだろうなんかこう SNS とかに特定じゃない人で。 書かれたらちょっとしんどいけど直接なんて言うんだろう知ってる人が言ってたらもうあこの人とは関わらんとこって思うからなんかそうかなって感じそそそうそうそう毎日つらいの好きだだから大丈夫だよおすすめのクッション版ンではナーズのやつがすごいいいねでもイブ・サンローラーも結構なんかお直しとかにいいかも好きすぎて苦しんで責任取ってくださいどうぞ取ります 教えしたいと東京に沈めてません <laughs> どうやったらもっと仲良くなりますかもう仲いいじゃん前髪作るの 50m 走は8点7 9, 9点何秒とか人生5周目死ぬなーたのお悩み相談室「好きキピ大好きな弟が誕生日おめでとうシュッキーなのシュッキ7なュキシュッキーシュッキ,ーシュッキーピーなっちゃん」 そうなんか私大人になったかも結構なんか別になんか私のこと好きじゃない人とは関わらんとこうって思う沿線回り何食べてる音が好き私ねなんかね何て言うんだろうなんかジュワって音が好き <laughs> なんかバタードーナツみたいなのが一番好きかな「ドラえもんの道具一つ手に入るとしたら何が好き「しこれはねスペアポケット」っていつも答えちゃうの本当にクソクソだねごめん 大丈夫、う,まいうち本当に無理しなくていいと思うよナターンがなさすぎて生写真一生地引きできない分かる私もファンの方の時ファンの時地引きできなかったからもう魔法かけとく明日全力シきキピダンスそうそうそう届いて大人それはいい考えナータンの癒しは何ですか届いてナーターを見ることとポムとあとは友達と会うことです 重重くくてても許してくれるいいい方がいいよお,し会はお話し会はみんなが本当に話したいことを話してくれたら嬉しいかな今までの人生で一番幸せだった出来事いっぱいありすぎて考えられないかな本当に全部幸せどれ食べたい一枚目 <laughs> 落ち込んじゃったら何して元気出す マ,マと話すあと届いてなあたみる思いよなあたかなあここへとか人生つらい嘘も大丈夫心配ファンの人の顔と名前が一致した時嬉しいよよしこれぐらいかなあなたに聞きたい本んかなということで皆さん46分になってしまいましたまさかの 最近の私も好きになってほしいよみんなにいっぱい。ゆうや来てるあっこんばんはだってだるまお疲れゆうやくん何してたん今日もありがとうね。じゃあゆうやくんがうーんじゃあ寝るときに聞くボイスメッセージを送りたいと思います。ゆうやくん本当はなぎさのことを好きなの知ってるんだよ。いつも応援してくれてありがとう。大好き。これからも。 ちゃんとししないいいで、いっぱいデレデレして、ね、約束。<laughs> 質問コーナーお疲れ様ありがとうめっちゃ楽しかった質問コーナーなんかすごい語っちゃってごめんなんか変な人だったね。ということで皆さん今日は何がいいですかあのなんだっけランキング読み。何がいいみんな。2時間あっという間だ途中ちょっと事件がありましたが全然私は元気になりましたみんなと話して。まあ おおあのみみ,みているトーディねそう新コーナーできたナータンに聞きたい人生相談して何がいい <laughs> みんな可愛いいんだがもみ消しましょうウインク飛ばしてウインク飛ばすウインク飛ばすねじゃあ

あっという間だね。指 <laughs> 疲れたよ。<laughs> にピンクちゃん、ピンク一緒にいるとあっという間だね。ゆさん、ゆさ一緒にいるとあっという間だね。<laughs> みんな終わったらイコラブアイ見てね。本当に今日もいっぱいいっぱい元気をありがとうございました。なんかみんなと話したり、みんなとなんか今日も多分みんな分かったかな。体感したと思うんだけど。 みんなが本当に私のことを助けてくれてるというか救ってくれてるというかこうねなんかわかるでしょ分かったよね <laughs> そう分かってくれたらいいなと思います本当にいつも元気をくれてありがとうということでみんなまたね明日もできたらあ明日はできないかな明日もできたらやりますありがとう私も好きだよで私たあみちゃんまおえあおとさん みみんなありがとう無理しないで寝てありがとうじゃあおやすみ「イコラブアイ」「イコラブアイ」とあと「イコノイどうですか」もあるのでぜひ皆さん見てくださいおやすみバイバーイ